今日午前、若林区の住宅2棟ががが全焼する火事がありまましした。た。け人はいませんでした消防によりますと、午前11時ごろ、若林区若林4丁目で、2階建ての住宅から火が出ていると、付近の住民から119番通報が相次ぎました。ガタガタガタって落としたのでね、火事だって言われて、慌ててね、あの逃げた次第です。 火はね。あのもうあのうちの屋根の方までしてました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、火元とみられる木造2階建て住宅1棟と隣接する平屋の住宅1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。現場は住宅街で100メートルほど離れたところには若林小学校がありますが、春休み中で児童はいませんでした。 警察と消防が出火原因を調べています。